ベースのところで、相変わらずしっかり戦って勝ちましょう。よし、よし、前半は0対0での折り返しです。
で返して染野、木村落としたところに山田空気、ああ来ましたね、相手を集めて右、松村クロス、いいボール染野来た、オラナがいましたが、このボールは森田も詰めてましたが、最初に詰めたのは木村雄大です。そうですね、はい、今飛び込んだと思います。まあ、それが流れたのでオナが来ましたよね。でオナがもシュートなんですけど、多分それが流れたと。でここに来てるちょっと気づくのが、まあ、森田でしたけどね、少し遅かったですよね。松村いいボールでしたね。はい、素晴らしいボールでしたね。荒木から縦、うん、遠藤を狙ってました。良いですね。はい、そう思います。あと壁が減りましたよね。あ、確かにそうですね、はい、3人になりました。おお、狙ってきました。意表をついて染野できました。しかもゴロ。宮原、染野、変わって入った三木です。松村カットイン、スイッチして染野クロス、フリーだ、山見、野沢のブロック、ビッグセーブです。もう一度クロス、ファーサイド、染野折り返す、これも野沢大志ブランド。時間もあったし、まあ、狙いすましたヘディングでしたけど、でした、ね、はい、コースも悪くなかったんですけどね、はい、スピードも良かったですし、スプリント中央通した、さあ山見のシュートだー、触ったんじゃないですか。触りました野沢大志ブランドン。あ、これいいカットからでしたね、はい、もう一番ゴール最短の距離狙っていきましたね。真ん中割っていって触ってますね。いや、ワンクいってますね。勝負になりそうです。松橋クロス、高く上がって原川、
コントロール、ボレー、斉藤の左足。FC東京も谷をやらせません。さあ山見、切り返しからクロス、ボレー、ファーサイド松橋、いいボールでしたけどね。もう目安の6分は大幅に過ぎています。最後の笛が鳴りました。0対0のドローに終わりました。まあ悔しいですね。ほぼ我々のゲームができたと思うんで、まああと5センチ、あとコンマ1秒の動き出しとか、もちろんそれが足りないから勝ち点1で終わったんでしょうけれども、彼らの戦い方は我々らしくやれたと思うし、まあこれを続けていくことだなというふうに思います。まあ、悔しいからもうちょいだあと5センチでしょ、動き出しがコンマ1秒だろ、続けろ、ほぼ勝ち試合はないです、勝ち試合はもうちょい、あと少し、みんなで OK、 言うだろ。